はい、どうもこんにちは、 G です。それでは早速リアルタイム対戦やっていこうと思います。まあ、前回の動画まではね、だいたい6連勝ぐらいで終わってるので、はい、まあ、このまま10連勝を目指してやっていこうと思います。まあ、大谷くんもね、まあ、レベルもおっとしかも長さんの72レベルってとこまで同じっていうねいいですね。めっちゃ面白い試合になりそうですね。投げ合いですね。めっちゃ面白そう。ただ大谷くんは強いんで、僕も打てるかどうかが分かんないですね。これは面白いどうだろうな。特殊能力は僕ほとんどマックスまで上げてないかな。まあでもそれ近くまで特殊能力を上げてるんで、うん、その部分で勝ってればいいですけど、どうですかね。よしよしよし、もう一球。ああ、外れちゃったか。状況によって変わりますが、もともとは早いカウントから積極的に打っていくタイプで、フルスイングがしっかりのバッターですね。そうですか。ポンポンいくよ。よしよしよし、これは多分振らないかな。ですよね。オーケー。オッケー、よし。バッターは DH 柳田。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー大谷、そしてキャッチャーは城島。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。ボールになります。ボール先行です。振らないんだ。まあいいでしょう。オッケー。あんまり通用しないかな、もしかしてスラカットが。そうですか。さあ、バッテリーどう。ランナースタート、ヒットエンド。オーケー。この場面、打席には筒香が入ります。さあ、2アウトながら、どう攻めようかな、こっから。まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。うん、なるほど、そうですよね。オーケー。オッケー、もう一球。ファウルになります。次はボール球をどう使うかですね。はい、うー、いかれた。なるほどね、これはやばいぞ。僕が大谷君から2点取れるかどうかも分かんないですからね。よし、2点取れる保証はどこにもないですからね。さあ、大谷対決。おお、剛速球しっかりやっぱつけてますね、特殊能力。いいっすね。やべ、詰まった。もったいね。ただ2点頑張ればいける。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。最初は変化球できました。早いな、やっぱりスライダーも早い。バッターよく見ました。いやー、そこでカットボール使うべきじゃなかったな。もったいないな。あー、奪三振もついてんだ、しっかり強っ。やっべ、早っ。負けるわけにはいかない。いや、素晴らしいマジか。はい、あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか。いやー、やばいな。あー、カットボールか。やられたな。タイガースの攻撃、打順は6番掛布。ファイターズビハインドで最終回を迎えました。
さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。最後まで踏ん張れるかどうかだと思いますよ。最後の攻撃に託すためにもきっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。引っ張った打球はナイス。さて小宮山さんならこのバッターどう攻略しますか。まあそうですね、引っ張る傾向が強いバッターですから、インコースでファールを打たせてカウントを稼ぎたいですね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。オッケー。いや入っちゃったな今ストライクゾーンに。8番バッターはキャッチャー古田、ヒットでランナーを一塁に置いています。やーべー、いきなり負けるかな。さあここでタイガースダイソーを送ります。本田が ファーストランナースタート。おお、ナイス。奪三振もついた。特殊能力全出し状態ですよね。おお、やばいね。よしよしよし。あー、さっきのカットボールは悔やまれるな。なんでストライクゾーンに入れたんだろう。まあ、ああいうやっぱ一球でミスって負ける試合が、まあ負けるって言うとそれぐらいしかないんで、まあこの前の強い方とね、ボコボコにされた試合はまた別にして。いやー、もったいない、マジで。いや、なんで完璧だったんだけどな、今の。先頭バッターを打ち取っています。負ける、やべえ。初球ボール、いやー諦めちゃダメだ。やれるやれる。今のはよく見ましたね。やれるやれる。カットボールか。いやー取るんだ。ツーアウトになっています。くそー、絶対諦めない。ヒット打ってレアードでホームラン、同点、それでいける。打ちに決まりました。あー負けたー。うわー悔しい。いやーマジか。いや悔しいな。なんか今の試合は、やられたってよりかは自分のミスなんで、ちょっと悔しいなっていう気持ちの方が強いですね。もったいね。大谷君では負けたらダメなんだよな。一番勝てるとこなんですけどね。くそー、行きますか。もうそのままの勢いで次行きます。悔しすぎる今のは。あー、また勝率が8割から落ちた。くそー。読売ジャイアンツ対北海道日本ハムファイターズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、今日は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発メッセンジャーは、なんだ、スプリットだったっけな。スプリットドロップ K。 最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボール、いいとこ投げますね。間違った、ツーシームの感じで打ちに行っちゃった。おお、ギリギリ、危ね。ちょっとミスったのか。感覚的には悪くなかったですけどね。バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打の山田。ファニさん、ここで切り札登場ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。
早かった。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。今のはよし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 、これで楽になった。よし、いやー遅いなスプリット。だいぶ待って打ちに行かないとあれだな。ちょっとやばい、ファールばっかだ。いや正面か。いやー詰まった。いやーやられた。メッセンジャー投手はねあんまり対戦することがないんで、球種的にはそんなに多くはないんですけどね。やられましたね、ノーヒットか。レアード取れる今のは。届いてた届いてた。もう一球いきますか。でいっていつも打たれるんだよなこういうの。危ねえ。月いけるか。よし、打順は3番秋山。ジャイアンツダブルプレーでランナーなくなりました。なるべくスライスラーブは大事なとこまで取っておきたいですね。すごくいい内容で投げていると思いますよ。なるべくスラーブは使わずに大事なとこで使うと。オッケー。ファイターズの攻撃。バッターボックスには指名打者の柳田。打ちますよ。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん。この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね確実に行きたいですよね。それ低め見送りました。ストライクです。いや見送っちゃった。よっしゃー、ボール直撃、ナイス。いや今のしっかり待てました。溜めて溜めて打ちに行くみたいな。おマジか、ここでうわマジか、どうしようかな、何狙おう。うわどうしようかな、ボールになります。やばい、狙い球が絞れない、どうしよう。よし、あー早かった。そうですよね。いやカットか。ここで打席にはレアードが入っています。さあワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。この場面でいやカットか。あー運的にも楽になります。いやまたカットか。おおいやスライダーか。おおしっけー、ナイス。あぶねー、やーべえびっくりした。ギリギリ、あぶね。よっしゃー、やべ。やべ。いや、それね。いや、ですよね。自分でも投げるのに自分で引っかかるんすよ。いやー、なるんすよね。やっぱり。マジか。ファイターズ、大きく点差をつけて最終回を迎えています。さあ、小宮山さん、リードを守るべく、しっかり抑えていきたいですね。ピッチャーも最後まで気が抜けないと思いますよ。そうですね。もう一球いきますか。
オーケー。バッターボックスには5番鈴木。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。あー、ラッキーラッキー。よし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 。ツーアウトになっています。ここでいきなりストレート。ダルビッシュ4球でツーアウトにしています。やべ、あぶねー、甘く入った。今日は見事な完封で白星を挙げました。うー、オッケー。あー、なんとか2連敗は避けましたね。よし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 。次、あー、143位か。きついな。きついわ。おー、あれ打率低いな。4割4分ぐらいあってもいいぐらい。あー、ホームランも多かったからかな。北海道日本ハムファイターズ対よし。ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊下さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはファイターズの先発ドラゴンズの攻撃、丸が打席に入ります。まず何を投げてくるか。ファウルになります。うね、入りました。ノーボール2ストライクです。もうさっきはこれで打たれてるんでね、慎重に慎重に行きましょう。よし、OK。もう圧倒的パワーついてるんですか。すげえ。あー、甘く入る、これ。やばい。あー、危ねえ。オッー、抜けるかと思った。あー、危ねえ。飛ばし屋。あー、いやー、称号がすごいっすね。しっかり称号つけてるんですね。いいなぁ。ボールになります。ボール先行です。これでふ、あ、やべ、振らなければワンシームの高め。あー、入んないか。今の入れたかったんだよな。そうか。うわ、ぶね。もう一球いきますか。これ打たれるかな。打たれそうだな。あー、すげえ。何今の、めっちゃ高。滞空時間やば。 OK、 すげえ。あれで入ったらかっこよかったな。ちょっと見たい気もしますね。すげえ。よーし。あ、ちょっと待って。画面が暗い。なんだこれ。画面が暗い。よし。よーし。いやー、危ねえ。詰まるとこだった。さあ、一塁に先制のランナーを置いています。バッターは菊池。どうしようかな。これ、走るべきかな。どうしようかな。走る。よし。よし。いや、早かった。チャンスボール。うわー、もったいね。よし。あ、マジか。いけるいける。チャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。やれ。うっそ、割と早いのかな。あー、高速進化早いな。高速進化だったっけ、なんだっけ、使ってるのに忘れるっていう。ストレート来い。あー、抜けた。ナイス。
よし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 。今のシフト引かれてたら多分抜けてないですね。なるほど、そうですね。これが2球目。インサイド落ちました。1塁牽制。あー、落ちろ落ちろ。よし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 。いや早い。我慢できないんすよね。やべ、振っちゃった。これは落ちないか。ここでファイターズ守備を変えてきました。さあ抑えられるかな。ファイターズ1点リードで迎える最終回です。ここはしっかり抑えていきたいですよね。まあそうですね。この1点を最後まで守れるかじゃないですかね。さあ最後はきっちりと締めくくりたい。振れ。振んない。惜しいですね。はい。どうしよう。入りません。ああ、マーク入った。いやあ、危ねえ。バッターは DH バレンティン。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど、さあどう来るか。外れてどうしよう。ボール先行です。フォアボールでもいいかな。ボールになります。無理だな。入りません。 OK、 よし、キレついた。キレがつけばいいんじゃないかな。ダイソーかな。そうですね。どうしようかな。初球は多分走ってこないんで、スライダーで。OK。次からですね。3球目ぐらいだったかな。もう一回いきますか。よし。よし、これで走らないかな。キレがついてない。あー、走ってきた。無理だ。 OK。 ただ二塁に行くとタイピンチが出ると。おお、振らない。イエイ、やった。よしよしよし。オッケー。よし。オッケー。次勝てば勝ち点2400で勝ち星が5つもらえますね。オッケー。じゃあ次の試合最後になると思うんですけど、やっていこうと思います。おお、やーべえ、大谷くんだ。勝てるかな。さっき打てなかったですからね。いやー、真剣にやっていきましょう。中日ドラゴンズ対北海道日本ハムファイターズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんの。いやー、福留さんいいな。あ、ちょっと待って、水飲んでる、水飲んでる。ストップストップ。オッケー、よし。初球は何から入ってくるか。カットボール。おお、真ん中に飛んでった。
引っ張りに行ったつもりだったんですけどね。あ、キャッチャー、うわ、あ、いやでも走ります。いやー、マジかー、マジかよそれ。最初は変化球できました。次が2球目。いやー、詰まったし、マジかー、めっちゃ悔しい。よっしゃー、積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。いやー、強いなー、やっぱり。ここでファイターズ守備を変えてきました。ご覧いただいているのがファイターズ今日のオーダーです。バッターは福留。何で来るか。打ちました。うわ、バッターは2番に入っている宮崎。ヒットでランナーを1塁に置いています。先発ピッチャー山岡、そしてキャッチャーは、あー、取れたらゲッツーだったんだけどな。ここで打席にはやばいな、やばいな、ゲッツー取りたいから低め。ああ、フライになった。レフトに上がった。落とすなよ。うわ、怖。たまにああいうのでエラーありますからね。マジで怖い。うわ、絶対踏んないじゃん。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか。この球は、ああ、外れました。ああ、ゲッツーお願いします。オッケー。はい、はい。よし、危ねえ。さあ打つよ、頑張れよ。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても失礼しなければ。よし、ここはね、バッターボックスは5番坂本。ストレート早すぎ、本当に。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。あぶねえ、振るとこだった。よっしゃ、この場面で打席にはツーベースが良かったな今のは。いいバッターが続きますね。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。いや、詰まった。うわ、早いのか。スライダーも球速すごいな。いや、いけるいける。よっしゃ、え、ジャストミート。完全に行ったと思った今。やべえ、ツーアウトだ。いいバッターが続きますね。マジかよ。ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。うわ、ここで得点しておきたい。打てねえよ。オープンね。よっしゃ、得意コース。やべ、うわ、ナイス。改めてお聞きします、この西川。いや、大谷君強すぎ、マジで。うわ、隙のない素晴らしいバッターですね。やべ、いや、ちょっとミスった。いや、もったいないな今のストレート。指が離れちゃった。おぶね、どうなん、入れてくるのかな。うわ、オーケー、あぶねー。これもう一本打てればほんと楽になる。あ、いやー、スライダーか。危ねえ危ねえ、追い込まれた。いや、カットか。 OK、 やべえ、指疲れてきた、力入って。 OK、 ナイス。
いやー、危ねー、ボールか。よっしゃー。お、もう一点走りに行く。オッケー。初球は大きな変化球、ボールになります。あー、もったいない。よーし、まあでもいいか。ふぅ、ここはしっかり0点で抑えたい。ファイターズ大きく点差をつけて最終回を迎えています。さあ、小宮山さん、よし、守るべくしっかり抑えて。初球は何から入ってくるか。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。やべ、よしよしよし、詰まった。 OK。 バッターは7番に入っている浅村。いや、浅村さんね、怖い。この回の山岡早くも2アウト。おお、なぜかホームランがめっちゃ打たれる浅村さんに。よし、 OK。 今日は見事な完封で白星を挙げました。わー、いやー、よかった。また動画で勝ちで終わることができてよかった。いや、大谷くんから6点はでかいですね。めっちゃ嬉しいです。よし。OK。OK。よし。最後に勝率を見て終わりますか。勝率が8割。よし。打率も4割4分1厘で、まあ、防御率もね、まあ防御率はそこまで気にしてないんですけど、まあでもなんとか 0.74 で追われてるので、かなりいいのかなと思います。わあ、西川選手、すごいっすね。25本。やっぱ、打順が1番だからっていうのもあるんですけど、かなり打ってますね。OK です。よし。じゃあまた次も頑張っていきます。それではここまでご視聴いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。